にちは、こころんです。ご視聴いただきましてありがとうございます。はい、今日の動画はですね、またしても新動画となっております。今回段ボールでやってまいりました。超重い何買ったっけ一体。また大量に多分20点ぐらいかな購入してると思うんですが、いろいろねバラエティ靴とかもあるし服もあるしいろいろあるので、またご覧いただけたらなと思うんですが、一応ねこっちかに出てると思うんですけど、またシーインさんからですねクーポンコード発見してもらいました。前までの分は9月30日までの期限だったんですけども、なんかコメント欄でもちょっと伸ばしてほしいって期限をね言っていただくこともあったんですけど、今回12月31日までのまたの伸ばしてもろた。そんな感じでね、もしシーインで買うよっていうことがある場合は使っていただけたらお得かなと思うので、よろしければお使いいただけたらと思います。私が紹介するやつを買わないととかそういうことではないからね、全然関係ないので、これに関しては私が選んでるだけなんで、皆さんがねもし購入したいものがある場合に使っていただけたらっていうものなので、この辺は大丈夫です。とりあえず何買ったっけ見ていこうかなと思います。開封するか。これね数日前に届いていたのですが、オープン。すごいバンバンに詰まっている重い、そしてすごく重い。まずはこちらでございますね。カーディガン。これね、多分なんか一番売れてるやつみたいな感じで載ってたので、選んでみました。こんな感じ。黒なんですけど、なんかね、いろんなところにちょっとステッチが入ってる感じ。なんかこう、アシンメトリーな感じ。袖のこの裏側にもステッチが入ってたりとか、あとカーディガンの下の方にもステッチが入ってたりとか、ブカッと着れるやつかなと思うんですけど、この時期さ、カーディガンじゃないです。言うてまだ暑いねんけど、私まだもうスッカスカの T シャツ着てますけど、なんかオーバーサイズ、多分ワンサイズやったんちゃうかなと思うんですけど、こんな感じ。ちょっと着てみるとやね、肩でっかい私でも全然ぶっかぶかで着れちゃう感じなので、オーバーサイズな感じなんですけど、よくない？着やすくない？なんかね、目はかなり詰まってて分厚めのカーディガン。なんかこうスッカスカじゃない、あんまり空気通さない系カーディガンっていう感じです。可愛い。なんか写真通りって感じですね。こんな感じでね、全然スッカスカじゃないです。割と分厚みがある系で、こういうステッチがところどころに入っている、そういうデザインになっております。でもめっちゃ着やすいかも。まあ、お値段割としちゃうんだよね。3000円ぐらいになるんですけど、クーポン使ってもらったらこっから600円引きでも可愛いなーって思いました。ほんで次、こっからねカーディガン、怒涛のカーディガン特集いきます。続きましてもカーディガン、今度はグレーでございますね。なんか太っちょな場合はさ、なんかこう手首出た方がいいかなと思って、そういう系のちょっと変わった形のカーディガンを購入してみました。横幅すんごい広い。これもう壁やん、これ壁。こういう感じでね、袖が出てるんですよ。こんな感じ。よくない？これさ、死ぬほど着やすいんやけど、これね、タートルネックとか着て、こっから黒いお袖とか出しちゃうと可愛いと思うねんやんか。めっちゃ着やすいかもしれん。まあ、これ袖ないバージョンなんですけど、袖付きバージョンも多分買ったと思う。こんな感じ。だからこういうね、ストーンってしてる感じ、ここのお袖がない感じなんですけど、着てしまえば、こういう感じでさらっと着れちゃう。で、今何も着てないからおかしいけど、こっから袖生やしたらほんま可愛いと思う。でもなんか気軽に着れて、いい感じ。なんかさっきのやつよりは、こっちの方が薄手な感じ、まあ、いわゆるニットっていう感じですね。透け感もそこまではないかな。さっきの方が分厚いね。こっちの方がなんかちょっとサラサラした感じ。今なんか変な着方して強引に袖を生やしたんですけど、こんな感じで重ね着したらなんかめっちゃ可愛くないですか？こういう、まあ、白でもいいし黒でもいいしって感じですよね。可愛い。カーディガン割といいね。ほんで次、続きましてまたしてもカーディガンでございますよ。なんか今からの時期ってさ、カーディガンすごく着るやん。なんかアウターを着るにはあったかすぎるしみたいな時期だったりとかするじゃないですか。なのでね、カーディガンをドカ買いしてみましたけど、これちなみにね、最初のやつ、黒も色別であったんじゃないかな。で、このさっき着てたグレーも色違いがあったりとかするので、で、今からご紹介するこのちょっとピンクいやつに関しても別の色があるので、まあ、色がちょっとね、ご参考程度にって感じなんですけど、これはね、今さっき着てたやつの袖があるバージョンみたいな感じ。なんか腕が太いからさ、あんまりかっこよく着られへんけど、こういう感じでね、ちょっと裾もここ割れてたりとかすんねんけどさ、ダプッと着れるけど袖は入ってるよみたいなバージョンでございます。どれも着れてよかった着れる感じで、ちなみにこれはお袖はこんな感じでちょっとピチッとしてるんですけど、ここのところはねちょっと薄手な感じ、網がねなんかちょっとかぎ網っぽい感じになっております。めっちゃいい。このなんかそのお袖のデザイン感も可愛くないですか？いや、なんかさ、前回のさブラウスはさ、ぶっちゃけちょっと大きいサイズ買いすぎて肩がでかくなりすぎたりとかいろいろあったんですけど、今回は割とサイズ合ってる気がする。これ商品の下にみんながさ、こうやって自撮りの写真を載せてくれてるんですよ。それでこうみんなが着た感じがわかるので、私いつも参考にしてるんですけど、でもこのお袖の感じがすごい可愛いなと思いました。これもタートルとかに合わせちゃった方が可愛いね。ほんで次、続きまししてカーディじゃないねんけどパーカーかな。おおすごい、お袖がねこんな感じで柄が入ってるパーカー、なんか写真ではよく分かんなかったんですけど実写で見たらこんな感じね。なんかちょっとここ変わってんねんけどさ、なんかふさふさしてて可愛いなと思って、なんかふさふさと刺繍と紐とフリルとみたいな感じでなんかいっぱいいろんなもんついてますけど、これお袖ね、前チャックになっていてこんな感じのシルバーのチャックがついておるよ。パーカー自体は裏肝でスウェットって感じですね。えこんな感じ、え可愛くないこれ、めっちゃ可愛い、お袖がめっちゃ可愛いんだが。普通のさグレーのパーカー前回買ったんですけど、それはそれで別で着んねんけどさ、こう中がめちゃめちゃシンプル、今日とかグレーにグレーだったりとかするので、そういう時に全部グレーだけのパーカーやったらちょっと面白くないかなと思って、お袖にこんなんついてたらさちょっとおしゃれ味が増すというか、こういうグレーな格好でもねめっちゃ可愛い。これどんなん来るかなって思ってんけど意外と可愛くてよかった。えめっちゃ気に入った。いや私もう厳選してるからねマジでシーインさん。適当にさパーって見ててもなんかいろんなんがありすぎて品数がありすぎてさ、自分の好みのやつ探すのって割と難しかったりとかすんねんけど、だからねもう厳選してる、もうめちゃめちゃ厳選した。今日もちゃんとこう動画でご紹介したいのでできるだけ可愛いと思って、さらにその届いた商品も可愛いもの、写真のイメージだったりとか実際着てみて可愛いかなとかを考えて選んでるからめちゃめちゃ時間かかんねんけど、まあ、でもこれ時間かけてよかったなと思って、いや割と可愛らしいと思いましたよ。ほんで次続きましてまたまたカーディガン、もう怒涛のカーディガン特集なんで今回、まあ、これはねパーカーやけどね、ニットのカーディガン似合うかな、これどうかな。ただデザインはクソ可愛いやんか。これ普通の黒のニットかなと思うじゃないですか、じゃなくって袖にねお花がついてんねんブルーの、これめっちゃ可愛くない？はいこんな感じです。まあ、サイズ的には割とゆったりサイズで、お袖にこんな感じのお花がついておりましてですね、このような刺繍になっております。なんかねボワってしてんねんけど、ニット自体が割とね目は詰まってんねんけどそこまで厚手じゃないんやんか。だからね着膨れしないですね。なんかさ一番最初のやつとかはさめちゃめちゃこう厚手、なんならもうアウターになるよみたいな感じのカーディガンやからかなりボーンって感じやねんけど、これなんかすっきりして見える、そんなにね着膨れしないで、ただのさ黒のカーディガンだけやったらちょっと面白くないじゃないですか。やけどお袖にこういうさ小花柄がついてたりとかしたらなんか可愛くない？ちょっと選んだ甲斐あった、可愛い。お袖がぶっかりなのもすごく可愛らしい。丈感はこのカーディガンはね今まで割と長いやつばっかりだったんですけど、これはなんかウエストよりちょっと下ぐらい、でもおへそとかより全然下なので普通に着やすい丈感ですね。あのさ妙に短すぎたりとかしたら着にくいやつあるじゃないですか、普通丈です、全然普通、短すぎるとかは全然ないので、でお袖はちょっと長めなんですけど、まあ萌え袖で可愛い感じかなと思うよ。いやいい感じに可愛らしいな、普通に動画でも着れそうで嬉しいわ。いわずっとこの JK と一緒に着ようかなと思います。ほんでは次続きましてはですね、超シンプルアウター、似たようなアウターをねよく着てたんですよ。こういう感じの前チャックですごくシンプルアウター、黒のねこんな感じのアウターやねんけど、これね1枚あるとほんま便利で、私が持ってるやつがグリーンパークスで買ったやつかな、もう3年ぐらい前に買ったやつでさ、洗濯とか私普通にさ買うからなんか毛玉もろもろになってきてんよ、だからと思ってこれ購入してんけど、っていうか今気づいたけどさ、あ着てみましょい忘れてた、着てみましょい今思い出した。これトップス系で最後なんですけどこれちょっと着てみましょう1回だけになってしまったけど申し訳ないそこ。とねこんな感じのアウターです。これチャックになっていて閉めることもできるし、ここからパーカー出したりとかしても OK、 これ系1個あったらめっちゃ便利やねんな。私がねこう寒くなったなーで普段着るやつと同じような形なんですけど、あポケットもちゃんとついてる。割とねこれは薄手になります。なので今の時期からでもちょっと夜出かける時寒い時とかに普通に着れそうかなと思います。お袖だけねこんな感じでちょっとリブ編みみたいになってるんですけど、なんかシンプルやけどこれほんま何にでも合わせやすいからめっちゃいいと思う。インパークスで買ったやつがねマジで着すぎて毛玉だらけやったから、人もね同じような形のやつないかなと思って探したらあったのでまた購入してみました。こういうのは流行り廃りがないからねちょっとクール系にはなると思うんですけど、いろんなパーカーとかにも合わせれるからいいかなと思いました。ほんでは次、今日はこの後靴も家電もあるのでねよろしければご覧いただけたらと思うんですが、とりあえずこっからちょこっと小物いいですか。はいちょっと小物コーナーいきます。メガネ前にねシーインさんでメガネ買ってんけどめっちゃ使い心地が良かったんやんか、やからちょっともう一回購入してみました。ちゃんとねこんなねめちゃめちゃ分厚い合皮のケースに入ってんね、めちゃめちゃしっかりしてるし、うんって刻印があったりとかするんですけど、でメガネ拭きもちゃんと入れてくれてる。で今回購入してみたメガネがこんな感じ、細フレームでこのね横のフレームのところがゴールドになってんねんやんか。前のやつシルバーのやつ買ったのでちょっと今回は黒ゴールドにしてみました。こんな感じになっております。横がゴールドの細いフレームでございます。つけてみるとですね、こんな感じ。ちょっとレンズ抜いてないからさ、ライト光りまくってるけど、いやほんまね、シーンさんのメガネね、形が可愛い。なんかね、他ないろいろあったりとかすんねんけど、なんかこうノーマルなやつからちょっと変わったやつまでいろいろあったりとかするんですけど、私さ、なんか普通にメガネ作りに行った時に一回なんかね、疲れ目で視力ガーンと落ちたことがあって、今戻ってるんですけど、今だからノーメガネ状態なんですけど、その時に何回かメガネ今まで作ってんねんけどさ、このフレームでなんか合うフレームってなかなかなかったりとかすんねんけど、シーンさんのやつってさ、万人受けやねんな、形が。なんかね、あんまり似合わん人いい品のちゃうかなっていう感じの、なんかええ意味で普通やねんやんか。やから外れがないというかね、それでこちら購入してみました。まあ、こういうケースもしっかりついてやったらかなり安いんじゃないかなと思います。しかも15% オフとか 20% オフとかなるしね。ほんでは次、はい、こちらネイルチップでございます。私今の地爪こんな感じで、ちょっと真ん中折れてますけども、ポリジェルネイルでこんな感じでいつも作ってるんですけども、ちょっと作るのめんどくさいなっていう時にこういう感じのね、ネイルチップなんですけど、はい、こんな感じで入っておりましてですね、グルーとかは入ってない感じ。その代わりまあめちゃめちゃ安いからね、ちょっと地爪にさ、色ついちゃってるからあれやけど、こういうね、蝶々が折ったりだとか、まあ、こういうパールがついてたりだとかのチップになっております。地爪の色がついてるのであれなんですけど、実際つけてみたらこんな感じになるんかなというものでございます。まあ、なんかシンプルな感じやねんけど、色合いがなんか透け感があって可愛らしいかなと思うよ。あんまりさ、爪ごちゃごちゃするの苦手っていう方もいらっしゃるとは思うねんけど、私いつもさ、こう雑誌振ることかで手元がよく映るので、爪をいつも綺麗にできるだけしときたいんですよね。なのでこういうちょっとキヤキヤを買ってみました。ほんで次、はい、続きましてまたネイルチップ。こんな感じのキヤキヤでございます。こちらはまあパッキリしてるよね。なんかさっきのがね、ちょっとニュアンスな感じで、こっちはちょっとパッキリめになっております。あ、これはね、ちゃんとネイルのシールついてるわ。ほんでこういうちっこいのね、このガリガリ削るやつもついてます。こんなんつけたらちょっと派手かなっていう気はするけど、まあたまにはええかなーって感じですね。こんな感じでキラキラチップと、あとなんもなしチップみたいな感じのセットになっております。まあこの値段でゲットできるんやったらいいんじゃないかなと我的には思いますよ。爪の形がね、合うかどうか問題はあると思うんですけど、全体的にちょっと短めやね。まあ私爪長めやからさ、これよりはちょっと短い感じかなと思います。ちょっと派手やけどもね。はい、ほんでは次、ごめんチップばっかりでごめんね。はい、続きましてもこんな感じのネイルチップなんですけど、これお上品で良くないですか。こちらも先ほどと同じでシールとこんな削るやつもついております。でこれはね、フレンチネイル&おリボンのやつが2個ついてる。だからほとんど全部フレンチネイルね。5本の指に1個だけこういうおリボンがついてる感じなんですけど、まあ、ペッて貼るだけやから楽やわこれ。先っちょもね、こんな感じでフレンチになっているので、これ自分でやろうと思ったらめんどくさいからさ、ネイルチップでペッて貼っちゃう方が楽やんと思って購入してみました。こんな感じのセットになっております。はい、ネイルチップシリーズ終わりましたよということで、ほんでは次、続きましてまだまだ行くよ、小物コーナー。アクリルのさ、お化粧品を置く台みたいなやつで、まあいろいろ売ってたりとかするじゃないですか。じゃねんけど、割と高いんよね。これも千何本はしちゃうねんけど、まあ、この値段が5本になるからもうちょっと安くなるかなっていうところでもあんねんけど、それプラスこれに関してはですね、ちょっと変わった作りやねんけど、これ立てても使えんねんね。で横でも使えるし、自由で使える感じではあるんですけど、でこのはめ込みの板みたいなのがついてるんですよ。これ見えてる？これ画面で見えてますかね。こんな感じでね、ついてんねんけど、自分でこう高さが決めれるんだよね。はい、こんな感じでドラッとなりましたけど、これね、このプレート入れる時になんかこれ表裏があるんかどうかちょっとよく分かれへんねんけど、なんかちょっと入りにくいかなと思ったら、例えばもしこうやって入れてちょっと引っかかって入りにくいかなと思ったら、逆向けてもらったらストーンって入ったりとかする、まあ、こんな感じのものなんですけど、私これね、縦型で使おうと思ってるんですけど、ファンデーションであったりとか、あとアイシャドウ付録のやついっぱいあんねんけどさ、なんかついついね、引き出しの中で積み重なっちゃうんよね。だからこういうさ、縦型のやつにした方が見やすいし、でそんな場所取らへんやんか。もちろんこうやって使ってこう差し込むみたいな感じでも使えるみたいなんで、どっちでもいけるんですけど、私はもう断然立てる。小スペースでこんだけ収納できたらいいかなっていう感じでございます。で幅があるやつ、香水の瓶とかさ、そういうのをしまう時にはプレートを取ってもらって、この高さを出したりとか、そういうことも調節ができるので、私的にはね、ファンデーションとアイシャドウですごく使いたいと思って購入した次第です。もう実用的。ほんで次、まだまだありますよということで、こちらがですね、これもね、アクリルのケースになるんですけど、なんか梱包がすごいな。これはなんかちゃんとした梱包、ちゃんと発泡スチロールまでついておりますけどもね。いや、似たようなやつやないかいという感じやねんけどけど、ちゃうね、口紅ね、口紅問題。私いまだにね、もうなんか古いお化粧品ってさ、ある程度年数経ったら入れ替えたりとかした方がいいとは思うよ、いいとは思うねんけど、まあ付録のやつでしょ、昔紹介したやつとかさ、なんやかんや日によっていろいろ使い分けてたりとかするので、口紅縦が欲しかったんよ。もちろんこれ横にしてこういう立てる感じでも使えるねんけど、私はこうやってやっぱり縦型にして使いたいなと思うところなんですけど、なんかさっきのやつもシンプルでよかったんやけど、今回のやつの方がなんかしっかり度が高い気はする。ちょっとでここのね、口紅のところ、口紅じゃなくてもいいねんけどさ、私は口紅入れにしようと思うんですが、のところは取ったりとかできひんねんね、ここの仕切りを。やねんけど、こっちの部分は仕切り取れるので、ここ取れへんわ、ここ取れる、ここ取れる、ここ取れるみたいな感じ、こんな感じ。ここは繋がってるわ。作り細かいよね、割と。だからこっちのやつの方が、さっきのやつがこれでサイズ感比べるとこんな感じなんですけど、私両方使うぐらいさ、大量に化粧品やないやちょっともうごちゃごちゃになってきて、だから両方使おうかなと思って選んでは見たんですけど、こっちの方がなんか作り的には綺麗かなって思いました。なんか梱包の仕方もね、こっちなんかちゃんと発泡スチロール入ってたしね。こんな感じでございますね。いや、これすごい可愛らしいよ。でちゃんとここのさ、幅も調節できるし、ここはまあつながってんねんけどね、中の板取れたりとかする部分もついていたりとかして、割と作り細かいかなと思います。こういうのさ、いろいろ売ってたりとかすんねんけど、私さこうやって持ってたけど、逆らしい、こうやって、ほんでさ、このガタガタのとこあるやんか、このキラキラ、これちょっとカタカタカタってなってるとこ、ここの上になんか化粧水とかも並べられるんだ。だからこっちの方がいいかもしれへんね。ここがだからへこんでんねんね。まあ両方使うんですけどねアイシャドウの量がもう半端ないんやって、マジで。ブロックで今までどんだけ出たよっていう話やからね。なんかそういうのをちょっと収納するの欲しいなって本当思ってたんで、ちょうど良かった感じでございます。可愛らしい。まあ、でもアクリルで割としっかりしてるから、さっきのこっちも可愛いねんけど、これよりはこっちの方がなんかこうクリアな感じやからおすすめかなと私的には思いました。ほんで次、はい、続きまして家電でございます。これ使えるかなどうかな。ちゃんとね、パッケージはすごくしっかりしてる感じ、この箱押しになっててさ、かっこいい感じなんですけど、でこういうちょっとビニールにも包まれておりましてですね、こういう感じのパカンと開けますとこういう感じのものになっております。なんかね、シーインさんヘアアイロンとかも売ってたりとかするので試してみようかなと思ったんですけど、なんかアイロンよりさ、私これ試したかったんですよね。これ、このやつ、このね、こういうののブラシ型って、普通のブラシみたいにさ、突起がさトン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 ってあって、それで髪の毛を通すみたいなやつって今まであったと思うんですけど、これってね、なんかこうぶっとい櫛みたいになってんのよ。でこの間を髪の毛が通ることによってまっすぐになるっていう、なんかここにちょっと抵抗があるんですね。その方がさ、まっすぐなりそうじゃない？これ使えたらめっちゃいいと思ってさ、購入してみました。こんな感じになっております。かなりね、重みがあってすんげえしっかりしてる。でコードの先っちょなんですけど、こういうね、家電買う時にこのね、コンセントを選ばなあかんねんけど、これっていうのはね USA ちゃうかな。なんかEU とかいろいろ選べたりとかするんですけど、コンセントは USA っていうやつ選んだらこれが来ると思う。ここにチェック入ってるんですけど、これ外箱なんですけどね、カラーがホワイトで、でこのコードの先っちょが USA ってやつ。コンセントの先っちょ間違えて頼まれたっていう方もね、レビューの欄にいらっしゃったみたいなので、もし購入考えられてる方はね、ここだけちょっと注意していただけたらと思います。ちょっと実際やってみていい？これすごい楽しみやってん。コンセントを入れてスイッチオンするとですね、こんな感じでここが光ってる。ここちゃんとくるくる回る感じで、ここ今光ってるんですけど、ポチポチ押していくとですね、ここが温度設定になるみたいです。あ、このぐらいでやってみようかな。一回ちょっと一回やってみるね。こうしてスーみたいな、熱々熱々熱々、割と熱い割と熱い。こういうね、私短かったりとかするんですけど、表面がなんかウルフっぽい髪型にしているので、この辺がさ、もわついてきた時にこう手串でさ、こうやって取ってやね、ほんで髪の毛をこう通すと、上からするやつが欲しかってんね。要はくるくるドライヤーみたいな感じ。こうやってやっても髪の毛入れへんねんやんか。だから必ず表面を落ち着かせたいっていう時は、手串でこうやって持ち上げてもらって、でここを通すとしっかり通してゆっくり下ろすみたいな感じで、あ、でも割とまっすぐなるかも。あ、いいかもこれ。内側からやる場合は、こうやって取ってもらって、内側からこう通してもらってスーみたいな感じかな。撮影途中とかでも使えるかも。私ね、この耳周りのさ、ボリュームがボーンって出やすいんやんか。撮影中にさ、喋りすぎて汗かくから、こういうところがすげえもわってなってくんねんやんか。そこをちょっと抑えたいかなと思って買ってみました。今度ね、この光ってるこの段階階で4段階目ぐらいでしてたんですけど、3段階目でも十分かなと思う。こんなにねめちゃめちゃ熱々で使うんでも割と十分使える感じだからね、ボリュームが気になる方はその表面のねチリチリとかボリュームとかそういうのが気になる方は抑えるのにちょうどいいんちゃうかな。これすごい気になっててん私。もちろんさまっすぐにするんやったらヘアアイロンとかが一番ぺちゃーんとはなってくれるとは思うねんけど、ヘアアイロンした後に雨の日とかやったらささらにもわっとなってきたりとかしません？一からまたアイロンやんのはめんどくさいしなとか、私この撮影途中に出かけたりとかもよくあるから、こういう時がねほんま困っててんやんかやねんけど、これ割といいかも。コツはいるんですけどね、このままやってもほんまあかんからね、一回だから持ち上げて分かりやすくちゃんとやるんやったら内側からグッて一回しっかり通して滑らせるみたいな感じ。割とねホールド力がしっかりあるので、こう少ない髪の毛を通すっていうより割と多めこのぐらいの束をグッてこう通しちゃった方がしっかりとこう引っかかりができて伸びやすいかなと思います。ちょっと毛先くるんってしてみるね。くるんとこんな感じ、あんまりさ髪の毛がそんなに私みたいにチリチリじゃない方とかやったらこれだけで十分なんかもしれへんけど、私はやっぱりヘアアイロンは基本的にするんですけど、この後ボリュームが落ち着かへんなっていう時にこの表面のおさつきを抑えるのにちょうどいいかなと思いました。こんな感じでトゥルーンってなったっぽくない？これいい感じ。ちょうどね撮影途中でぼさついてたのでちょっとコツはいるかなとは思うんですけど、内側から通す感じやし、ほんでこの引っかかりがねほら意外とあるんですよ。こんな感じで普通のブラシ型のやつやったらさスーって感じやんか、あんなん全然伸びひんやん。髪の毛あったかくしてるだけみたいな、昔使ってみたことあんねんけどさ、あれ全然あかんかってんけど、このくし形、このぶっといくし形はいいですね。手先までほらちゃんとホールドしてくれる感じ、ホールド力はねほんと割とあると思う。こういう感じでございます。割とホールド力ある感じやからグッ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 ってちゃんとしてくれるの でくるっとちょっとしてみようかな。くる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 いけるかな。こんな感じでございますね。うちの上の子ちゃんがさロングなんですけど、パッツンロングってやつ、ランデちゃんっぽい感じの髪型やねんけどさ、やっぱりどうしても表面がこうちりついたりとかしてくるんよね。ヘアアイロンしたらいいねんけど髪の毛の量が多かったりとかするやんか。だからまあこれで溶かすだけやったら自分でもできるかなと思うし、私がやってるからねいつもね。なんかお出かけする時にさ髪の毛まっすぐしたりとか私がやってるもんだって。まあランジちゃんもこれだったら自分でやってくれるかなホールド力がほらちゃんとあるでしょ。なんで私的には割とね一家で使えるかなと思いました。いい感じ。はい、続きましてこちら、はいこちらでございます。何かと申しますとリュック。いきなりカバンやんどうしたんって感じやねんけど、前回ねカバンとかご紹介したんですけどリュック入ってなかったなと思ってちょっと1個だけリュック購入してみました。これなかなかね評価が高かったのでいいかなと思って。綺麗じゃない？シワ感ゼロだってこのまんま袋に入ってるからさ、ほらこんな感じでねシワ感がすごいほとんどない。でこれ表面がなんかしっとりナイロンなんですよ。だからガシャガシャしてない素材感なのであんまりこう、そもそもねほらサイドも全然シワないやん。やば。サイドにもカッチャがついておりまして、チャックの先っちょ全部ねこういうカカカカカっていうのがついております。持ち手もこんな感じでね布の紐がついておりまして、で裏側の背負うところはですねちゃんとしたクッション材といいますか、カクカクしてないやつちゃんとテロッとしてる感じ、背負った時に痛くならないようにね。でこのいつもさフロックムックとかやったらば100均のナイロンテープついてるとこなんですけど、こちらは全部こう布っぽい感じの紐をつけてきてくれているのでなんか作り上等で、まあちょっとポッケチェックいこうかなと思うんですが、後ろ面がまずここポケットございますね。中の裏地はねなんかグレーみたいな感じで、この上にももちろんポッケございましてパカンと開く感じになっておりますね。ある意味ねポケットはデザインかなっていうところはあったりとかするんですけど、ここにもちっちゃいポケットがついております。で真ん中になんかラバーみたいなんでロゴがついております。でサイドですね、ここにはペットボトルホルダー的なもの 500ml ペットボトルがスポーンでございます。こんな感じのペットボトルホルダーちょうどいい感じかなと思うんですが、でこっち側にもペットボトルホルダーなので2つついている感じでございますね。まあちっちゃい水筒入れちゃってもいいし、いるよねペットボトルホルダーで。まあそんな感じで外ポケいっぱいって感じなんですけど、くるっと裏返しますとですね、ここにも隠しポケットみたいなのがついてんねんね。こんな感じ、後ろ面やからさ背負ってるところやからさ長財布とかまあ普通のお財布とかね入れるのにちょうどいい感じのポケットもつけてくれております。これ便利よね。中行きますとですね、はい全面裏地付きやで、すごい綺麗な作り、ちゃんとパイピング処理されておりまして、でっかいポケット、これなんか PC 入れたり、あここにねちゃんとクッション材入ってる。でこの後ろ面にもちゃんとクッション材薄いけど入っていて、でこの仕切りにもクッション材なのので、まあ、PC とか入れるのにちょうどいいんちゃうかなと思いますね。マチもしっかりあってこんな感じになっております。中はライトな色の方がそこまで見やすかったりとかするので、とっても使いやすいんじゃないかなと思いますね。めっちゃ上等なんだが、これねなんか評価が高かったので購入してみたんですが、このクッション材のところの裏側はメッシュになっております。背負ってみたらこんな感じ、前面で背負ってみたらこんな感じでございますね。普通に可愛いし使いやすいし容量も十分。これね2163円なんで、20% オフでなんぼや、1000なんぼやん。これすごい良くない？めっちゃ安いやん。十分ですね。でこの本体の厚みも割としっかりしているし、生地感がすごく綺麗し、めっちゃいいと思う。これなんか今日マジで当たりばっかりじゃないなんかリュック的にはねこれすごいシンプルやと思うねんけど、直に見ていただいたらわかんねんけど、生地感がねほんまになんかシワ感がない感じやねんやんか。ここのクッションもしなやかやし、だからめっちゃ使いやすいと思う。1000なんぼでゲットできるやつめっちゃええんちゃうかなって割的には思いました。付録よりクオリティが高い、それはしょうがないけどもねんけど、ムックのリュックよりは3倍ぐらいクオリティは高いと思いました。でも1000円台です。なんか悲しいな。なんかシーインさん安くていいねんけど、同じような商品がムックとかで出てたりとかするとさ、しかも値段倍ぐらいとかしちゃうとさ、なんか悲しくなるんよな。でもクオリティはまあ 2,3 倍は高いね。まあ、でもね当たり外れはもしかしたらあるんかもしれへんけど、私今んとこ当たりしか引いてないね。これねマジでいい、マジで可愛い。はい、こっからはですね足元アップでちょっと別撮りで撮ってこようかなと思うんですけど、カメラ移動して今から頑張って撮ってくるわ。もう靴もねめっちゃ選んだ。なかなかね可愛らしいラインナップじゃないかなと私的には思うので、冬に活躍しそうな靴たちをご紹介していこうかなと思います。ということでほんでは次、はい、まずはこちら。ちゃんとねこんな感じできっちり梱包されてるんですけど、めっちゃ可愛くない？ここのところがねこんな感じでちょっとソックスっぽくなってる。ちょっと流行ってたりとかするじゃないですか、こういうイソ材ミックスな感じ。はい、履いてみるとこんな感じ。めっちゃ歩きやすい。めちゃめちゃ可愛くない？ちなみに私24を普段履いていて、ヨーロッパサイズの39っていうサイズに今回したんですけど、ちょっと大きめでねんけど、まあそのままでも履けんねんけど、まあ中に靴下何かしら履くかなと思うから、それを考えたらちょうどいい感じというか、まあでもちょっと大きめかなとは思います。38でもええんかなっていう気はするけど、私割とね大きめで履きたいタイプなので、まあ、これで良かったかなと思いますね。普段24履いててヨーロッパサイズ39でちょっと大きめみたいな感じで思っていただけたらと思います。サイズ表はねシーインさんのサイト見てもらったらだいたいこんな感じって書いてあるのと、あとね裏側はこんな感じになっておりますけど、そこは割とソールは固めですね。あとレビュー欄にですね普段何センチ履いててこのサイズでぴったりでしたとかね、皆さんレビュー書いてくださっているので、そちらご参考にしていただけたらなと思う感じでございます。めっちゃ可愛いんやけど、もうめっちゃ可愛い。そして歩きやすい。クッション性はそんなめちゃめちゃあるっていうわけではないんですけど、ただまあソールがこんだけあるので割としっかりした感じのソールかなと思います。歩きやすいはめちゃくちゃ歩きやすい。ほんでは次、続きましてまたしてもねこんな感じのねちょっと靴下履いてる風な靴この靴下履いてる風な靴が気になってさ、可愛くない？別にさこういう靴に靴下を履けばいいだけなんやけど、めちゃくちゃ上等よ。すごいしっかりしてる。こんなんもちゃんと入ってるしね。これは CN39 っていうのを購入しております。こんな感じのちょっと先っちょ丸いですけど、ブーツになるんかな。一応ここまであるからね。はい、こんな感じです。なかなか可愛らしい感じかなと思うんですけど、さっきはねヨーロッパサイズの39っていう感じなんですけど、今回は CN の39を購入してみました。まあ、ヒール一応こんだけあるんですけど、全然ヒール感はもうほぼゼロですね。めっちゃ可愛くない？マジで普通に可愛いんだが、この靴下付きみたいなやつのいいところって中にねくるぶし丈の靴下とかを履いててもいいんだけど、ワンチャンタイツとかパンストとかでも履けちゃうっていうところがまあいいところなのかなってちょっと思います。あとデザイン的にね去年一昨年ぐらいから流行ってるよね、この靴下付きみたいなやつ。くるくるってまあこんな感じですけども、なんかさ先っちょがこの丸っこいやつってさ実際履いてみたら可愛らしいんよね。すっごい可愛い。マジでめっちゃ可愛いよ。もう足の指がさどこも当たれへんからめっちゃ楽。サイズ感的なんですけど、こちらもね CN39 普段私が履いてるのサイズが24で CN39 だと少し大きめになるんですけど、まあ、靴下履くこと考えたらあと指先がねめっちゃ楽やから、それ考えたら全然まあ履けるかなって感じです。もうちょっとぴったりサイズがいい方は、例えば 24cm 普段履いてらっしゃるよっていう方は38の方がいいかもしれない。私は割とね靴キュッてこうぴったりな靴履くの苦手なので、少し大きめ、ちょっとだけ大きめの39でちょうどいいかなって私的には思いました。ちなみにこの靴はね、私足の甲が高いんですけど、甲高さんはねここんとこがちょっとキチキチかもしれへん。でも別にここがキチキチでもまあホールド感があるだけで痛いとかではないので別に問題はないかなと思うんですけど、甲高い方はこれはちょっと甲のところがきついかもしれへんなってちょっと思いました。でもなんかめっちゃ可愛くない？なんか可愛い。では次、続きまして、今度はねなんか珍しく袋に入ってるんですけど、ちょっとごめん同じような感じやわ。ごめんさっきのとすげえ似てるわ。中にこんなん入ってますけどね、ちゃんとこのような感じ。さっきのブーツがですね前がこういう全合皮になってたわけですよ。で今回のこれの場合はここの先っちょのとこがちょっと合皮って感じ。もうほとんど一緒やんか。なんでこれとこれを私は選んだんやろな。とりあえずねこの靴下っぽいブーツが流行ってるからそれを買いたかった模様です私は。はい、これはこんな感じでございますね。もうどんだけさ靴下っぽいやつを購入しとんねんって感じやねんけど、もうさっきのやつよりちょっと足首がすっきり見えるかなっていう気がしますね。でこちらサイズ40を購入してるんですけど、ちょっと大きいですね。なんかさ39か40か分かれへんかってでね、なんか40のやつも買ってみようと思って購入したんですけど、これに関してはね足この辺です。先っちょほとんど余っている感じなので、普段24履かれていてでなんか甲高だったりとかしてさ足の厚みが割とある方は39を購入するのがちょうどいい感じじゃないかなって私的には思います。でもね足の厚みがね割と薄い方とか、そんな指がさそんな広がってなかったり横幅がそんな必要ないよっていう方は24基準でなんて申し訳ないんだけど、普段24履かれてる方は38とかでもええんかなって思うんですけど、まあ普通は38なんちゃうかなって思います。サイズ感ちょっと難しいけどね。だけど私の場合は割とちょっと大きめの靴好きだったりとかするので、まあ、39でも40でも履けるかなという感じでもあるんですけど、ちょっと大きかったらうちの上の子ちゃんがね JK 私より足でかいんですよ。なのでちょっと大きかったよっていうやつはお姉ちゃんに履いてもらうみたいな感じで、まあいろいろそんな感じで使えるからいいかなと思ったところでございます。こっちの方がなんか足首細く見える気がするよ。ちょっとうっすらね、まあ足自体が太いからさあれやねんけど、あとねここが合皮やんか。ここがねちょっと私かかとがこの足首のこの引っ込んでるところが低いんですよ。だからここがちょっと刺さる気はする、歩く時に。さっきのこの子ね、この子より、まあ、ヒールもあるからややこしいねんけどさ、ここの高さがこっちの子の方がちょっと高いんやんか。だからこっちの方がなんかすっきりは見えるけど、最初にお伝えしたこっちの子の方が私は履きやすいかなってちょっと思いました。まあどっちも可愛いねんけどな。まあすっきりしてていいよねすごく。いやでもマジで可愛い。ちょっと靴下シリーズばっかり続きましてごめんねって感じやねんけど、次は靴下なしシリーズ。ほんでは次、はいこちらこんな感じのねトゥヤトゥヤパンプスでございます。さっきのさこの子とちょっと似てんねんけどさ、これは靴下付きやから靴下っていうかね全部こう同じような素材感やねんけど、割とねここ分厚いです。こんな感じね、まあ、今回の子はですねそういうのついてない感じでおリボンがついててちょっとヒールがあるタイプになっております。39かなサイズ。はいこのような感じです。結果靴下履くんかいって感じやけど、あーでも歩きやす。私この手のローファーさかかとが浮いちゃいがちでさ歩きにくいんやと思っててんけど、クッション性が割とあってここの甲の部分ここでさ割とホールドしてくれる感じではあるので、さっきと違って少し先っちょとんがっている感じなのでちょっとレイディーな感じにはなると思うんですけど、めっちゃ可愛い。なんかタイツとかに合わせても可愛いかなと思います。履きやすいね。ヒールこんだけあるけど全然そこまでねヒール感は感じないですね。なんかこのトゥヤトゥヤしてるのがいいよね。でこちら39を購入したんですけど、普段24履いてて割とぴったり2人目かな。とはいえなんか指が当たるとかかかとがこうかかるとかそんなことはあんまりないんやんか。なんならまあちょっとは浮くかなーっていう感じではあるんですけど、多分私甲高なので甲のところですごくホールドしてる感じやからとっても歩きやすいですね。走れそう。さっきのブーツもそうやけどほんま走れそう。なんかこういう感じもあっていいかなと思ったのでデザイン的に可愛らしいかなと思って選んでみました。でも上等じゃない？すごく綺麗じゃない？なんかちゃんとトゥヤトゥヤでしっかりできているし、なんか縫製がどうこうっていうのが全くくないんよ。靴は特にやけどね、ほんまなんかさ、ちゃんとした門構えのさお店で買うのと全然変わらへんのよな。めっちゃしっかりしてない？でもめっちゃ可愛いよ。こんな感じでございます。いや、いい可愛い可愛い。はい、ほんでは次、はい、続きまして、これね、靴の中では一番お安めじゃなかったかなと思うんですけど、こんな感じのね、ベタな感じのレースアップシューズ。なんか靴割とさ、ちゃんとした、まあちゃんとした値段って言ってもね、言うて安い方やとは思うねんけど、他のやつもさ、だってそっからどうなるもん。それ考えたら割とね、お安いお値段かなって全体的には思うんですけど、これはまあ破格に安いよね。はい、履いてみたらこんな感じです。いや、落ち着くな、これ。ヒールなしバージョンというか、厚底にはなるけども、別にそんなヒールはない感じなので、どこも何も痛くない感じ。何も引っかかりがない感じ。さっきも言ってたんですけどね、ここのさ、かかとのところがさ、割と痛くなったりとかしがちじゃないですか、こういう靴って。だから、さっきのこの子みたいにさ、割とトゥヤトゥヤな感じ、エナメルな感じやと、ここが痛くなったりとかしがちやってんけど、私。で、この靴に関しては、ここ全然痛くない。なんか、そんなここがね、もうちょっと高かったら多分痛くなんねん。こう食い込んで痛くなる感じやねんけど、これそんな浅いので、全然痛くなかったんけど、この子はだから痛くなくてよかったんけど、この子もですね、全然そんな食い込みがないので、全く痛くない。かかとも痛くないし、指先も自由やし、って感じですね。ただ、靴のクッション性に関しては、そこまでね、夏にさ、ご紹介したその20足言うて、靴ばっかりの回があるんですけどね、あの時にご紹介したサンダルっていうのが、この靴底のクッション性が異常やってんか、もう異常に良かった。だから私、そればっかり履いててんけどさ、夏場ね、マジでシーインさんの靴しか履いてないっていうぐらい履いててんけど、それと比べたら、そこまでのクッション性はないねんけど、まあでも普通って感じ。とりあえず痛いところは何もないので、これ買って失敗したって思うことはね、多分ないんじゃないかなと思いますね。でさ、さっきの靴下シリーズ、靴下じゃないねんけどさ、靴下っぽく見えるブーツシリーズですごい可愛いねんけど、普通のこういうレースアップシューズのいいところって、こう脱ぎ履きのしやすさよね。ちょっとまあ指でクイッと合わせなあかんかもしれへんけど、脱ぎ履きっていうのがやっぱりしやすかったりとかするから、それでいくんやったらさっきのヒールの靴かこれの方がやっぱり脱ぎ履き的にはしやすいかなってちょっと思いました。で、こっからはちょっと靴ね、アップで見てもらった方がいいかなと思うので、ちょっと素材感とかアップでお見せしていきますけども、エントリーナンバー1番、一番最初の子ね、ここの靴下っぽい部分なんですけど、かなりね、分厚みがあります。分厚みがあって硬いから、足を入れたら割とシャンとしてくれる感じ。よてよてにはならないので、もうピーンってしてんねやんか。すんごいピーンってしてるから、可愛らしいのと、後ろもね、こういう合皮が通ってたりとかして、まあデザイン的に可愛いんじゃないかなと思うところでございますね。そして、ね、この子もこの子で可愛くない？このチャリチャリついてるこれシリーズね。これのいいところはですね、今日は普通の靴下で履いたら、ここはちょっとキュッとするわけですよ。で、それはそれでいいねんよ。足首細く見えていいかもしれへんねんけど、あえてここの傾斜をゆっくりしてくれることで、足細く見えると思うねんな、これがついてる方が。っていうのがあったりとかするので、で、この金具もね、ついてるし、なかなか可愛らしいし、足先はかなり丸っこい感じなんですけど、まあいいんじゃなかろうかと思う感じでございますね。これちゃんとピーンってしてる感じなので、これもしっかりしておりますよ。そして靴下シリーズ3つ目ね。この子はね、ちょっとここにタッチが入っている感じなんですけど、先っちょが合皮になっている、こういう感じになっております。これもね、ピーンってしてるので、全然よてよてではないです。なんならね、しっかりとした感じの生地になっております。でも靴下っぽい感じ。後ろからは普通にこんな感じやねんけど、かなりこのヒールのところがボリューミーな感じでございますね。ごめんね、ちょっと見にくかったら申し訳ないねんけど、こんな感じ。とってもね、まあ、今っぽいよね、すごいデザイン的に。だからまあ可愛らしいかなと思います。足細い方はね、ここを割とブカってしちゃうこともあるかもしれへんねんけど、それはそれでね、モデルさんそんな感じで履いてんねんけど、それはそれで可愛かったりとかするし、私は足太いからピチッとしてしまうんですけど、まあどっちでもそこは別におかしくないんかなーって思います。こんな感じになってるよ。割としっかりしてんねんな、こんな感じ。で、このトゥヤトゥヤのヒールでございますね。これめっちゃ可愛いよな。脱ぎ履きがしやすいのがいい。で、ローパー型ってここが割と広く開いてるので、スポーンって履いてスポーンって脱げるから、それが逆に私は不安やってんよ。ポコポコ抜けちゃったりとか、逆にこう、ポコポコ抜けることで、ここがさ、かかとに当たって痛くなれへんかなっていうのがすごい不安やったんですけど、この子はもうほんとどこも痛くなかったです。全然問題ない。履きやすかった。で、トゥヤトゥヤしてるし、リボンのところがね、ここツヤ消し、ここツヤありみたいな感じにしてくれてて、とってもデザイン的にも可愛いかなと思います。ほんで今履いてたこの子。あ、なんか書いてあった。私39を購入したんですけど、24.5 って書いてあるわ。39は 24.5 らしい。でもも私あれか、24本普段履いてるんですけど、こういう靴は大きめサイズの方がいいから、24ないし 24.5 って感じかな、私は一番ベストが。でもそこはね、それぞれだと思うので、またね詳しいサイズ表とかはその靴ごとにしっかりねサイトの方で載ってますので、困ったらちょっと大きめ、困ったらちょっと大きめを購入したら問題ないかなと私的には思います。この子は一番安かったと思うねんやんか。2000円台、だいぶ安いと思うねんけど、本体のねこの合皮の感じはやっぱりこのトゥヤトゥヤのさ、このエナメルの子とかよりもちょっと柔らかい感じにはなると思うんですけど、あとソールはね全体的にね固めな感じ、ブーツとかもそうですけど、やっぱりサンダルだけなんかな、あんなソール柔らかくってさ、もうゴム踏んでるみたいなやつ。あのソールが私はめっちゃ好きやねんけどね、ぷよんぷよんってしながら歩くのが一番さ足に負担がないというか、なんというかあのサンダルのソールに全部してくれへんかなっていう感じだったりとかするんですけど、この手のやつは割とソールはまあ固めな感じにはなるんですけど、まあでも全然問題ないよ、普通に可愛らしいかなと思うので、この子は一番こうノーマルな感じやねのデザイン感かなと思います。はい、靴コーナー以上でございました。終了。いかがだったでしょうか。かなりね今回も当たりのもんしかなかったでとY的には思った感じなんですけど、皆さんいかがだったでしょうか。なんかね最初のカーディガンのこととか忘れてない、みんなもカーディガンもね別に外れなかったんだ、これちょっといまいちやなっていうのそんなになかったので、いいかなって思ったのと、あとはコスメ収納でしょ、もう切実に欲しかったコスメ収納。あとネイルね、もうネイルこれ飽きちゃったからさ、ちょっとネイルチップペッてつけようかなと思って、ベースコートとか使ってもペッてつけたろうかなって思ってたのでちょうど良かったのと、あとパーカーもあったし、髪の毛まっすぐするやつもね、ちょうどもう今また汗かいてボサボサになってますけど、ちょっと足元撮影で疲れてしまってボサボサになりましたけども、家電もなかなか良かったし、なんか私みたいにさチリチリ電波じゃなくってちょっと若干チリつくっていう方がさーってこう表面溶かすのにちょうどいいんじゃないかなって私的にはちょっと思ったところと、あとリュックもねめっちゃ上等やったし、あれだって 20% オフやったら1000何もとかでしょ、考えられへんよなでなんかねシーインさんとりあえず品数が多いから選ぶのがマジ大変で、もうねだから鬼の厳選をしてるんですけどね、毎回なんかさ自分が買うんやったらさ、まあ安いからとりあえず買って、でまあまあまあかなとか当たりかなとかちょっといまいちかなとかいろいろそういうことあると思うねんけど、一応さ動画にして皆さんにご紹介する体で私購入してるから、そうするとさやっぱりちゃんとしたものを選びたいやん、できるだけ。だからね毎回厳選しております。もう評価も全部見てさ、絶対これええやろっていうやつしかチェックしてないので、まあそういうこともあってね、今までほんと外れなしできてる感じかなって思います。で靴に関しても靴下がくっついてるみたいなデザインのやつは脱ぎ履きがねちょっとあれやったりとかすんねんけど、ただデザイン的にやっぱり今っぽいから、まあ、ちょっと履いてお出かけとかの時はああいう感じのブーツやし、普段履きやったらば脱ぎ履きしやすいやつ、ローファー型のやつとかベースアップの合皮の靴とかあっちかなーって思ったりとかしますけど、とりあえずまあ用途に応じてという感じだったと思うんですけど、今日マジで大満足やった。で前のね靴20足も私満足やったし、その次がねウィッグとかもあったよねウィッグも私大満足やったし、いろいろねかぶってみたかってんよ、ほんま。なんかさなかなかね私化粧が濃いやんか、やから髪型はどっちかっていうとシンプルにしてんねんよ。なんかそういうのってさこう差し引き足し引きみたいなところがあったりとかするじゃないですか。化粧濃くて髪型も派手やったらほんまに派手なおばちゃんになってしまうので、それでなんかさウィッグあんまりちょっと普段かぶれてなかったりとかすんねんけど、まあでもね気分変えたい時はウィッグすごいいいかなって思ったし、とりあえずかぶってみたかった。ウィッグというものを私ほとんどかぶったことなかったからめっちゃ回も楽しかったし、でその次のねお財布とかさバッグとかの回も楽しかったし、ブラウスいっぱい着てみた回も楽しかったし、まあ今までシーインさん動画いろいろありましたけど、今日のチョイスもねなかなか良かったかなと私的には思いました。大満足で、あとカーディガンにしばらく困らないというところもねなかなか良かったかなって思います。皆さん気になったやつありますか？よかったらまたコメント欄で書いていただけたら嬉しいなと思うところでございます。いやほんとね最近なんか雑誌付録出せてないなとか思うんですけど、前まではなんか2冊ずつとか出してたのをなんか最近固めてドンって出しがちやからさ、それでなんか本数が減ってたりとか物理的にそういうところもあったりとかすんねんけど、もうちょっとね頑張っていっぱい撮っていこうかなと思う感じでございます。なんやかんや9月も終わるね。なんかさ夏も始まるしどうしよう、薄着の季節になる嫌やとかこないだ言ってたのにさ、もうすぐ夏終わるやんみたいな感じになってますけども、皆さん体調とかどうです？私前も言っててんけどさ気圧でなんかやられてずっと頭痛くって毎日ロキソニン飲んでるような感じだったんですけど、やっとね、頭痛からはちょっと解放されたかなと思います。コメント欄読ませていただいてたら、なんかもう2週間ぐらいやられてるっていう方もいらっしゃったりとか、あとね、なんかちょっと知り合いの方で、その気圧がほんとダメだから、もう車の中やったりとか、カバンの中やったりとか、お家やったりとか、常にもうどこでも飲めるように、常にロキソニンを常備してるっていう方もいらっしゃったりとかして、すごいたくさんの方がね、ほんま頭痛には悩まされてるよね、ほんと。あとね、その、前も言ったけど、コメント欄で、なんか一家総出でコロナになってしまったっていう方も割といらっしゃったりとかして、皆さん体調は大丈夫ですか？言うてしんどいよね。私の場合はですね、なんかね、20代はめっちゃしんどかったんよ。逆に。10代、20代のね、体力のなさというか、しんどさ半端なかったんやんか。もう電車とかフラフラやったし、すぐなんか気持ち悪くなっちゃって、電車の中でしゃがんでる人、すいませんって言ってちょっと気持ち悪くなってしゃがんでる人みたいな感じだったんですけど、30代逆に元気になって、あ、なんか余裕余裕みたいな感じで、言うて波はあんねんけどね、産後さ、ずっと微熱が出てたりとか、前も言ってたじゃないですか。なんかそういうこともあって、波はあるんだけど、まあでも全体的には割と元気な感じあって。で、40代乗っかって、これ40にもなったらしんどくなるんかな、ちょっともう朝起きるのもうえみたいな感じになるんかなと思ってたんですけど、40代前半はね、言うて割と元気でした。そんなにめっちゃしんどいとかではなかったんけど、ただここに来て今年47歳ですよ。そうすると、なんかやっぱりね、なんか気力が起きないというか、それ年々だと思うんですけど、よし今日は片付けようとか、よし今日はなんとかしようとか思っても、なかなか体がついていかへんというか、なんかそんな風にね、今年になって特になってきた気がする。なんか、年も年やしな、そりゃそうかっていう気もすんねんけど、なんかこうやってちょっとずつ来んねんなって思ったり、ちょっとしますね。あとね、なんか、あとちょっと変な話していいですか？私まだ生理一応あるんですけど、一応あるっていうか、毎月きっちり来んねんやんか。で、私の今までの人生ですね、10代、20代とかもそうやし、30代も割とそうかな。割とね、生理不順だったんですよ。どっちかっていうと、間空くタイプ。なんか1ヶ月できっちり来る28日周期とかじゃなくって、なんか30何日になったり40何日になったりみたいな、ずっとそんな感じやってんやねんけど、ここに来てですね、ここ3年ぐらい、めちゃめちゃきっちり来んねんやんか。もうきっちり来んねんやんか。きっちり28日。なんか、ことなんかもしれへんけどさ、生理っていつまであるんやろうと思って。ほんでもうなんか今ちょうど生理なんですけども、しんどいし、お腹痛いし、もうだるみたいな。これいつ解放されんねやろうと思うねんけど、今度、ぼちぼち更年期のお年頃じゃないですか。それはそれで大丈夫なんかなって思ったりとかするし、命の母飲んだ方がええんかなみたいな。どうなんやろね。で、生理っていつまであるんやろうと思って検索してみたら、だいたい50歳前後まであるんだね。私さ、なんか知識があんまりなくてですね、45ぐらいまでなんかなって一時期思っててんやんか。でねんけど、まだあるぞと思って、ちゃんと調べてみたら、まあそういうことやって。まあでも人それぞれね、50代後半まで生理あるよっていう方もいらっしゃったら、40代前半でちょっともう生理なくなったよっていう方もいらっしゃったりとか、やっぱりこう人それぞれバラバラみたいで、中間値を取ったらっていうことやねんけど、ここは割とバラバラみたいなんよね。だから私ももう、この47の代でなくなるかもしれへんし、逆にあと10年ぐらいあるかもしれへんし、みたいな。全然分かれへん感じやねんね、これってね。人それぞれやねんね。調べてみて分かりましたけど。もうでも生理しんどい、マジでもう。更年期もしんどいしな。更年期は多分私まだなってないんですけど、まあ時期来るわな、言うても、あとちょっとですわ、多分ね。で、コメント欄でさ、やっぱりこう、更年期でね、手足が冷えたり、思ったら暑い暑いって言って汗をかいたり、で、あと気持ちが落ち込んでしまったり、っていう更年期の症状っていうのが現れてしんどいよって言ってらっしゃる方もね、すごいたくさんいらっしゃるから、なんかみんなが通る道なんやろうけど、いろいろ大変よな、女の人な、ホルモンに振り回された人生よな、ほんま。勘弁してほしいわ。生理だけでも大概しんどいのよね、これ。なのでまあね、いろいろあるけどもね、まあとりあえずさ、この、まあ私ぐらいの年代の方もそうだし、そうじゃない方もそうやけど、なんかこう、体調にね、変化が出るお年頃ではあったりとかするやんか。人によっては年齢ってさ、バラバラやったりとかするからあれやけど、だからさ、こう、どう乗り切ろうって思った時に、とりあえずはマイペースだよね。極力無理がないようにっていうのが一番だと思うので、ただね、なんかさ、私の知り合いの人で、なんかちょっとメンタル的に少しこう、落ち込みやすい人がいるんよね。で、私ってさ、どっちかっていうとこう、ポジティブシンキングに見えるやんか。まあ実際そうなんですけど、これね、ポジティブシンキングっていうのじゃなくって、あまりね、深く考えないように、どっちかっていうとしてるんですよ。例えば一日あって、しんどいことを一日考えてしまうよりも、それが例えば今日解決しないのであれば、もうどん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 明日、明後日に持ち越しちゃう。今片付けれることは、もちろん今片付けた方がいいんだけども、今の自分にもしできないのであれば、もう堂々と持ち越してしまう。今日はもう何もしません。何も考えません。はぁーみたいな感じで、全然気にせずずさ持ち越しちゃうんだよ。そうすると私気持ち的に楽になるので、自分の性格的にねそっちの方が合ってるから、あまり深く考えない。まっすぐ解決できないものに関してはもうどんどん持ち越していこうと、自分の人生の中でねこう軽くするためにそういう風に持っていってるんだけども、この知り合いの気持ちがこう落ち込みやすい人っていうのは全部持っちゃってるんだよね。とりあえず例えば商店街中のさお店でいろんなものを買って、その紙袋を全部持ってるような状態、あれもこれもずっと全部考えてんねんね。だからしんどいねんなーって思ったんですけど、ただねその気になることをとりあえずまあ明日考えよう、今は考えんとこうってできる人とできひん人がいるんだよね。その方っていうのは多分解決するまで、例えば嫌な日があったりとかするやんか、なんか嫌なイベントだったりとか嫌ななんかだったりなんかわかんないけど、なんか嫌なことがあったりとかして、ほんならこの日まで毎日考えてしまうんだよ。でもそれをやめろって言ってもやめられへんのよね。だからね簡単なアドバイスってそれはできひんなってすごく思って、私やったらこうするよぐらいは言えてもさ、でもその人には適さない方法なんだよねそれは。だから難しいな、軽く考えるっていうのは。例えばとことん話をして、まあなんかちょっと気持ち楽になってきたなっていう方向に持っていってあげるとか、そういうのもありかなと思ったりとかすんねんけど、あとそのご本人が納得いく解決策をドーンと用意して、ほんでもう根本的にこう毎日って思い悩むのをちょっと減らすとかね、なんかそういう感じなんかなってちょっと思ったりとかするんですけど、その辛いことへの考え方っていうのもすごい人それぞれやなと思ったりとかするんですね。あとさこれもない、私ちょうどねナルコレプシーのお薬を一時期もらいに行ってたりとかしてたんですけど、その時期にちょっと友人がですね病気になってしまって、がんだったんですけど、私より全然若い子やってんやんか、やねんけどがんになってしまいですね。でその時にちょうどそのナルコレプシーの薬をもらいに行ってたからさ、先生にその話をしたのね。そしたら気分がこれから多分落ち込むだろうから、その辛くならないようにするお薬を渡そうかって言われて、一時期もらってたことがあるんだけど、私まあ全然効かんかったからさ、そもそも一回試して何の変化もなかったからまあ飲まんかってんけど、でさそういう例えば気持ちが落ち込んだ時にね、今うつを患ってらっしゃいますっていう方もコメント欄でたくさんいらっしゃったりとかすると思うんだけど、度合いはそれぞれやけどさ、まあ、たくさんいらっしゃると思うねんね。もう現代社会なんてやっぱりこう嫌なこといっぱいあったりとかするだろうし、ほんでさそれをさ、例えば私はそうやって病名がつくこと、例えばナルコレプシーでもナルコレプシーっていう病気があるんですけど、病気っていうかまあ私は軽度なんでそんなにめっちゃ辛いとかではないねんけど、まあ寝落ち病、急に眠気がやってきてなんか持ってるものとかパサッて落としちゃったりとかすんねんねまあそういうことがごくたまにありますよ。まあ最近出てきてないねんけど、まあそういうことがあるんですけど、まあ、そういうのもさ、もうただ単になんかそういう特性なんか背負ってしまった性質みたいなもんかなって私は思ってたんで、病名がつくことで私はすごく楽になってんね。ナルコレプシーというものがあるのかいと。ほんでなんかこう例えばデータ打ち込んでる時にこの書類をパサーってこう落としちゃうのはなんかうとうとしちゃうとかってちょっと恥ずかしいやん、それ仕事してる時にそんなことがあったからさ。やねんけど、それはそういう病気なんやなって思えたらめっちゃ気持ち楽になってんやんか。まあそれ判明したのだいぶ後ですけどね、30いくつだってからですけど、まあ、でも私はどっちかっていうと気持ちが楽になったタイプなんですけど、例えばこのさ気持ちが落ち込みやすい人、私の知り合いの人ね、その人はなんかそういう気持ちがしんどくなったらそういうちょっと心療内科とかさ、そういうところ行ってみるのもどうかなみたいな感じでおすすめしてみたことがあるんだけど、すっごい嫌がんねんよ。逆になんていうかな、病気じゃないみたいな感じに思うタイプの人やねんね。で私は例えば今何かしら、例えばうつを抱えていたとするじゃないですか。もう気持ちがどうにもこうにもめいって、朝も起きられないし、何も手がつけられない、動画も撮られへんし、編集もできへんし、あーみたいな感じになっていたとして、例えば私が今ね、それであなたはうつの可能性がありますよって先生に言ってもらえたら、あ、うつのせいなんや、私が例えばこうだらけててそうなったんじゃなくって、うつのせいなんだって思えたら私はすごく楽になるタイプやと思うねんやんか。やねんけど、そうじゃない方も世の中いらっしゃんねんね。そういうこう病気のせいにしたくないというか、いやそんなことはないって自分を追い込んでしまう方とかもいらっしゃると思うねんけど、だから難しいよなそういうのって。何がその人にとって気持ちが楽になることなのかって言ったら、ほんと人それぞれだったりとかするから、答えが出る話じゃないねんけど、でもできるだけね、なんか昔ってさ、そのうつとかって言いにくい時代なかった？こんなに長く生きてるとさ、なんかいろんな時代を見てきてるじゃないですか。そしたら心療内科に例えば通うことっていうのがなんかちょっとマイナスイメージみたいな時代もあったと思うねんやんか。まあ私47で、うちらが例えば20代とか10代とかそのぐらいの時代とかやったらさ、そこまでなんか普及してなかったじゃないですか。なんかカウンセリングとかそういうのもさ、あんまり普及してなくって。だけど今の時代ってさ、なんかそういうのがすごく言いやすいというか、とってもいいいことだと思うんですね。どっちかっていうとなんか気持ちは落ち込みやすいけども、でこうわーってなったりとかするんだけど、いやでも鬱じゃない鬱じゃないみたいな感じでもし思われてる方がいらっしゃったとしても、今って普通やから全然それがさなんかマイナスイメージに別にならないと思うねんやんか。だってコメント欄でもすごいたくさんいらっしゃると思うし、私もさその出た薬っていうのがもし効いてたら飲み続けてただろうし、もうなんか8種類ぐらい出たよ。すっごい種類出て、その内容がすごくディープだったんですよ。もうこういう感じでこういう感じでってでその時の私の表情とかが多分死んでたんでしょうね。普段先生そんなナルコレプシー以外のお薬をそんな何でもかんでも出せよという感じの先生じゃなかったんですけど、すっごい量の薬出て、まあ、その時はだから多分私は鬱と診断されたんだと思うんですね。それはでも私は自分にとって別にマイナスだとは思わないので、風邪ひいたりだとか、まあ、ちょっと免疫が落ちちゃってまあ熱出たりとかそういうのと一緒かなって思うんですね。だからもしさそういうなんか心療内科とか通うのはちょっとってもし思われてる方がねまだいらっしゃったとするならば、そこはねもう全然今時大丈夫よってお伝えしたいなと思った次第でございます。まあ、みんないろいろあるけどもね、なかなかさずっといいメンタルを維持するっていうのは難しかったりとかするよね。だって私さ前の動画かわかんないけどそのぐらいの動画で言ってたと思うんですけど、なんか9月頭にさなんかへこんでさはー手つかへんはーってちょっと一瞬なったしね。私の場合は落ちて 2,3 日なんよ。まだそんななんかずっと落ち続けることっていうのがあんまないというか、ワンチャンだから今がもしかしたら落ち続けてるんかもしれへんねんけどね、ずっと抵抗飛行なんかもしれへんねんけど、自分の中で分かれへんやん。なかなかこれが落ちてるのかどうなのかとかそこの判断って難しかったりとかするんですけど、9月頭はね普通に落ちた、なんか過去のさなんかにとらわれちゃってさ頭が、まあ、そっからはねなんとか数日で出して、でなんか動画でね皆さんになんかいろいろ言っていただいてさ、あったかいんだよほんと。そこでほっこりさせていただいて、なんかこう手を取ってこう引っ張り上げてくれるみんなが、だから私は成り立ってるんかなーってすごいありがたいなって普段から本当に思います。だからかもしれんね、私もしさみんなインクってさ超絶一人ぼっちとかそういう状況やったらさこんな簡単に立ち直れてないんかもしれへんよな。いろいろ自分一人でなんかさできることって少ないもんねマジで日々思うところでございます。ごめんねまたすごい内容がない感じの話をだらだらお話ししましたけども、ママ今日はこの辺りでということで、いつもほんまありがとうね。いつもほんとたくさんのコメントとそして心温かいグッドと何よりこの最後の最後までご覧いただきましていつも本当にありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。